おはようございます。長嶺です。昨日ね、極姫猿すべり、これね、お見せしたんですけど、まあ枝枯れしてるっていう、してるかもっていう話したじゃないですか。これね、ツイッターでちょっと同じようなことをつぶやいてみたら、あのトミーさんっていう方から、まあ、YouTube で最近動画上げ始めたトミーさんっていう、ね、ツイッターの方がいらっしゃるんですけど、その方が、まあ、サルスベリーっていうもの自体が、この細い枝は毎年枯れちゃうものらしいっすよみたいな情報をくれました。もしかしたら極姫サルスベリーもそういうものなのかもしれないですね。小枝毎年枯れちゃうものなのかもしれない。ツイッターでそういう情報をいただいたので、この枝枯れももしかしたらサルスベリ特有の、なんですかね、毎年の枝運びというか流れになってるんじゃないかなと思います。まだわかんないですけどね、来年楽しみですね。でね、今日はこれ、明日土曜日10時からですね、花織松吉さん YouTube チャンネルで、オンライン盆栽オークションが開催されます。でそこに僕も出品者として参加させていただくんですけど、そこで出品するのがこちら、山もみじとなります。これの、まあ、おさらいですね。明日午後の部に参加させていただきます。なので、この一鉢だけ出品するので、ぜひ落札してみてください。まあ1000円ぐらいからねスタートして、1100円でもいいから落ちればいいかなと思っております。別に高くなくてもいいんで、参加することに意義があるというか、盆栽ボスさんの花にね、一度でも並んだ盆栽が誰かの手に渡ってそこで育っていくっていうものが、まあその過程をね楽しめればいいかなと思います。まあ Twitter なんかでね報告していただける方だった場合とかだと、うちの棚になくてもね成長過程を終えたりするんで、まあそういうのもね新しい盆栽の楽しみ方だなと思っております。で今日はこれ、山もみじだって、山もみじなんですけど、これね、ここにパタッキーズあるじゃないですか。ここから本当はねビュー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 って伸びて、この辺にも頭があったんですよ。なんか六六首みたいな感じでキョロキョロキョロンって伸びて頭があって、そこから枝が展開してるっていう形だったんですけど、取り引かけてごっそり抜いちゃいましたの、あとがまあ親木の方ですね。で足元とかもなかなかいい感じなので、これは、今紅葉してますと。紅葉が終わったら葉っぱを落として針金かけて、この辺の枝をね今こうなってるんですけど、ググ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 グ上げて、もっとこっち側にこう流していこうかなと思って、針金かけようとしている山もみじでございます。でね、これを頭を取り木で取ったやつがこれなんですけど、ほい、まだ元気です。こんな感じ。ここかな。で、この太いやつは、ここはこの枝を落としちゃって、ね、こんな感じで、極みに山もみじできるんじゃないかなっていう算段ですね。極みにというか、もう豆ですね、ここまで来ると。豆盆栽。極太豆盆栽。感じかな。枯れずになんとか 冬を迎えれそうなので、一部ね枝枯れとかしてるんですけど、枝枯れっていうか、まあ、夏のねあの
今年の猛暑やばかったじゃないですか。あそこで葉っぱがねかなりやられました。上から見たら分かるんですけど、この辺葉っぱないじゃないですか。本当はモサモサしてたんですけど、この辺がっつり持ってかれて葉焼けで落ちちゃったんですけど、まあなんとか無事に生き残ったんで、今年の冬か来年の春、春芽吹く寸前とかにこの剪定してもう少し形整えていけたらなと思います。でまあ太さが欲しいならまた来年もね走らせるとかありかなとは思ってるんですけど、どうですかね。まあもうちょっとあってもいいのか、でも豆で作るならこれだけでもいいし、ミニで作るならもうちょっと欲しいかなですね、ボディ的には。楽しみになりたいです。で、おやきの方もね、多分今はこんな姿なんですけど、静止したらもう少し見れる形になると思うので、どちらも楽しみな一品でございます。じゃあ今日は以上ですね。サルスベリの、まあ、枝枯れは、小によるものだよ、品種によるものの可能性が高いよっていう話と、いや、明日、オークションでね、山本に出品するんで、誰から落札してねっていう話と、あと、山本に一回取り切れ取った子供の部分と、あと、親の部分、どっちも今週、もしくは来週。今週はもう終わったわ。今年の落葉後、冬に入ると、休眠期手前に静止するか、来年のね春芽吹く寸前に手入れするか、まあどっちかになると思うんですけれども、まあ手入れ楽しみだよっていう話でした。じゃあ今日は以上です。行ってきます。バイバイ。Thank you.